丹野部書、新大学者像伝。新大学者像伝は、陽広志蘭と孫の陽康史広氏が編纂した、新大の学者の肖像画集。2集に分かれ、計368名の肖像画を収録している。陽広志蘭は、関東省甲州府番具県出身で、1856年に、紳士になった人物。書画を愛好し、特に肖像画の収集に力を注いだ。 対抗の画家木小泉に模写を依頼し、講演部から義元に至るまで、169名の学者の肖像画を編纂した。これが第一集である。第一集は、楊広志蘭の孫で交通系の政治家、楊安史博史によって1928年に、商務院書館から出版された。しかし楊安史博史は収録されている学者が、同地以前に限られ、 それ以降の学者が含まれていないこと、また、同地以前でも含まれていない重要な人物が多い、ことを遺憾に思い、以後20年にわたって、肖像画を収集し、後世の画家、洋蜂脇に模写を依頼した。こうして新たに200名の肖像画が編纂され、1953年に安定から版社から出版された。これが第2集である。1989年に、 上海古籍出版社が第1週と第2週を合わせて再販したが、画質が悪く、原本に及ばなかったため、2001年に上海書店によって再度出版された。収録人数が多いので貴重だが、勤能、長子験、提携など、より信頼できる、肖像画と比較すると顔形の差が大きいことがあるので、使用には注意が必要である。 ありがとうございます。